今この数日の新聞だけでも燃料費が高くなってですね、これはまあ円安の影響が非常に強いわけでありますが、まあ、首が締まってくると言いましょうか、漁業農業あるいはうどんやパン屋はじめですね、大変日本は困ったことになる、あるいはこれからどんどん電気料金が上がるんではないか、あるいは今日の資料にもちょっと用意しましたけども、電力会社が大変な赤字になって、これは燃料費に全て、起因するものであると、燃料費はその円安に起因してですね、当初の見込みから大きく赤字幅が電力会社も増えているというふうな記事が一方に出たりですね、それから先ほど来問題になっておりまして、問題というか課題設定として日本の進むべき方向性として、再生エネルギーを私どもがこれからどんどん作っていく、日本のエネルギーの主力にこれを作っていくんだと、いくべきだと、まあ、こういう議論がございましたが、その中で、まあ、我が社はバイオマス発電をこれだけ行うんだというふうな大きな記事が出たりですね、今日は実は日経新聞の経済教室に上田和弘先生、京都大学でありますが、松尾雄介さんという地球環境戦略研究機関主任研究員 の方2人が再生可能エネの投資促進へ子や孫に緑の贈与というふうな大変大きな記事が載せられております。つまり毎日毎日日本はこのエネルギーの問題を中心にして、揺さぶられるというか、ものを考えなければならないというところに来ていると。でエネルギーの問題というのは実はよくこう心を落ち着けて、考えてみますとですね、これは本当に重要なことだということが分かります。というのは我々がそれほど豊かでない、つまり私ども の小学校時代、つまり昭和20年代でありますが、この時に年がら年中停電したりですね、電気といっても、まあ、部屋の中でこう電灯の明かりをもたらすものが電力であるという、まあ、位置づけのようなレベルの生活でありますとですね、電力が不足するかどうか、それほど気にならないのかも分かりませんが、もう今やこの電力なしには生きていけないと、先進国では特にそうであると、あるいは途上国と言われているところでも、まあ、首都とか中心的な大都市のホテルへ行きますと、これはもうものすごい冷房がかかったりですね、ものすごい暖房かかったりして電力なしでは生きていけない、あるいは途上国でももうスマホが流行っておりますけれども、この無線で通じておるように見える携帯電話やスマートフォンで、これも本当は中継局が電力で動いておりますんで、この電力なしには全く通信が成り立たない、そしてデータセンターをはじめ、これだけ、IT 機器と言われるものが使われるようになってきますとですね、全ての生活が電力によって律せられているというふうな、まあ、ことなんだろうなと改めて、感じざるを得ないわけであります。で、その今日お持ちしました資料の中では、私がなんでそういうことをことごとしく申し上げるかというとですね、今日資料の中では9ページというのをちょっと開けていただきたいんですが、アジアの電力情勢というのが出てくると思います。
こういうのを作ってみたわけでありますが、そして、その私がお配りしたその資料の、2枚目というところ、日本の GDP 実質名目のと最終エネルギー消費というのを合わせながらご覧いただくといいんでありますが、やはりこう今の経済といいましょうか、生活水準といいましょうか、これとそのこの電力生産あるいは電力消費というのはかなりの相関関係にあるなというのがですね、私の実感で、ございます。この間特に ASEAN に、お伺いをすることがあるわけでありますが、この一人当たり電力量といいましょうか、一人当たりの電力というところの数字とですね、一人当たり GDP というのはどうも相関関係にあるのではないかと。で、あと、まあ、例えば韓国、中国の電力消費量といいましょうか、発電量が日本よりもなんか韓国が多くて中国も相当多いなと言われている部分、あるいはアメリカが日本の一人当たり電力では倍もあるというのはですね、多分これエネルギー効率の問題で、日本が最もエネルギー効率が進んでいると、これは4ページの右側に、そういう表を出しておきましたけども、そういうことなんだろうなと思います。先ほども先生方のお話に、なんて言うんでしょうか、ちょっとコメントをさせていただきましたけども、今の現段階で、先ほど高橋さんも言われてましたけども、2010年の民主党政権は脱化石燃料社会、つまり気候変動に対応して日本がエネルギー戦略をどう、気候変動問題に対応してどう日本がエネルギー戦略を確立するのかということで、ここはクリーンな電力である、クリーンなエネルギー源である原子力発電に基本的に依拠すると、ここに 50% 依拠してですね、あと天然ガスを増やすと、石炭はもうこれからは作らせないとかですね、そういう路線のもとに脱化石燃料社会ということを掲げていたわけでございます。ところが一つは2011年の福島原発の事故であります。で、脱化石燃料社会はその気候変動問題に対応すると同時にですね、実は2010年あたりになりますと原油の価格が1バレルだいたい100ドルプラスマイナス20ぐらいになってきておりました。今日の資料に持ってきませんでしたけども、石油がエネルギー源として使われ始めたのは1873年だというふうに言う方がいらっしゃるんでありますが、多分1870年代にその産業革命の後の蒸気を中心とするその駆動力といいましょうか、エネルギーとして石炭から石油に変わり始めるといいましょうか、石油というものが使われ始めたんだろうと思います。で、ちょうど100年ぐらいまではですね、これはまあいわばただ同然といいましょうか、1バレル1ドルとか あるいは 1. 何ドルという時代が続いたそうであります。1973年までであります。で、1973年にいわゆる 第一次石油ショックが起こったわけであります。で、ここからですね、ちょうど30年間、2003年まではほとんど20ドル、1バレル20ドルプラスマイナス、まあ、10と言いましょうか、そういう価格で推移をしたようであります。で、日本はその時に1973年の第一
オイルショックでも相当慌てました。慌てふたむきました。そこから日本の産業人あるいは科学技術自然科学の世界の皆さん方が一生懸命やったのはですね、産業界と科学者がやっていただいたのが省エネルギーの技術と原子力発電でございました。したがって日本の原発原子力発電所は1970年代から設置がされているわけでございます。40年で原発を使うのをやめようという話になっておるわけでございますが、一番早いので、日本原電の、まあこれは商業用と言いましても半分実験を兼ねたようなあれでございますけども、そのいわゆる発電力というふうな電力会社が、つまり地域の地域独占と包括原価主義の下で、その供給安定供給の義務を負うというふうな発電力が導入を始めたのは1970年代からで、ございます。でなんとかですね、この当時その1バレル1ドルそこそこのものが20ドルプラスマイナス10になってきたこの状況の中で、なんとか日本の経済を成り立たせようということが大変な課題であったわけでありますが、そこからこのそれを30年間はしのいだというのが日本の経済であり力であったわけでありますが、2003年からはどうも様子が変わってきたということであります。ちなみに1997年、今日ちょっと資料を用意できておりませんが、97年は14ドルだったようであります。で、鉱物性原油を日本が輸入した価格は全部で5兆円だったと言われております。ところが2011年はこれが97ドルで1バレル97ドルで推移したのが2011年だった、2011年だったと思いますが、だったわけであります。で9年かな、2009年かも分かりませんが、でその時の鉱物性原油の日本の輸入した価格は23兆円であります。つまり18兆円1997年と比べたら、その海外にお金をプラスして払っているということであります。日本の経済指標をご覧いただきますと、あるいは労働者の賃金ということから見ましても、あるいは今問題になっている物価水準というところから見ましても、1997年というのは実は大変エポックメイキングな年でございまして、ほとんどここから名目 GDP も伸びておりませんし、賃金に至ってはここから約1人平均可処分所得、あるいは所得の中央値もですね、110数万円、去年段階で落ちてますから、これ97年というのは大変日本のバブル崩壊後であったわけですが、いい時であったわけであります。そして今毎日毎日私も日経新聞にの一面にの左側にドバイ原油がどうのこうのというのが出るのを見ておりますが、だいたい高い時で107ドルぐらいまで行きましたけども、今は101ドルとか102ドルぐらい1バレルですね、そういうところで推移しておりますが、なかなか100ドルを切ってくれない。リーマンショックの時だけ相当低くなっていただいたわけですが、なかなか切ってくれないということであります。